スーパーマーケット。スーパーマーケットって何ですか？スーパーマーケットの店長になって、接客して店をでかくするみたいな。いらっしゃいませー。コンピューターを使って商品を注文する。はい、50ドルしかないな。じゃあ、まあ、パンだけでいっか。これね。はい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 。開ける。ああ、クリックでええわ。市場価格が 3.96。3.96 がデポってことやんな。まあ、オープニングセールで6ドルで。行きましょう。店を開く。よっしゃーい。あら、お客様第1号ですよ。もう特別に6ドルで。おい、第1号。オープニングセール中ですよ、奥さん。オープニングセール中なんすよ。どうすか、これ。道塞いで持って。あ、いいね。素晴らしい。お目が高いね。1.6 ドルになります。レジのお金をクリックして正確なお釣りを集める。ちょっとだるいね。これか、札やんけ。スペース、はい。毎度あり、毎度お客さん。オープニングセール中なんですよ。夫婦でどうですか？私には高すぎます。あー、もうこれで収入の差見えちゃったね。はい、6ドルでカード楽ちん、ありがてえ。さっきの人ごめんな。ちょっと変えます。今から、じゃあ5ドルで、パン焼いてみちゃったりね、この油で。いいんじゃない？で、俺結構お客様下に見てるんで、市場価格が 4.5 やから7。7で。おぉ、これ絶対最初の値段で見て買ったやろ。それ実は7ドルなんですよね。これレジに通したらわかるサプライズってやつで、これ実は7ドルやったんすよ。サプライズ。パン買う。だって58、誰が58にした？ちょ、バイト。油も高いっつっとったっけ。いや、普通が 4.5 なら6でもいいはず。だってオープニングやしな。新しくできた店ってさ、あんま値段気にせず人が来るやん。うちの店インバウンドなんで、はい、海外の人に向けてるんで、日本人は買わないでください。高いと思うならね。将来的には海鮮丼を置こうと思ってます。オープンしますか？オープン。お客さん、いらっしゃい。こちらの店名は何ですか？こちらの店名はスーパーマーケットになってます。はい、スーパーマーケットです。どうも。お預かりします。はい、お会計1点で6ドルになります。よいしょ。お会計4点で24ドルになります。レシート大丈夫？あ、よいしょ。いいね。スムーズ。あ、お客さん、買うでー。買うでー、この顔は。買う顔やでー。よろしい。シリアルめっちゃお得なんですけど、どうすか？うちシリアルめっちゃお得。あ、パンもお得なんですよ。お目が高い。将来パン屋になるんでね。パン屋と海鮮丼なんで。お客さん、うわ、買いそうやのに。あー、買わなそうやのに。買わなそうな人入ってきた。ほらー。ほら、レジまで早っ。何買った？すす。これ何？俺知らずに売ってるわ。すす。シリアルやっぱ売り切れそうじゃない？早く発注しないと。早く早く早く。早く発注や。8ドルね。やばい。これでいいや。あ、やば。お客さん、返してください。3、あー、まあ1ドルぐらいいっか。よいしょー。はい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 。これで増やしていくと。多分そうやな。借りよう。5日で返すんで。767ドル。金持ち。5日後には閉店するんで大丈夫っす。市場価格が5ってことで、8で。こっちはブランド品なんでね。卵安くする。あ、卵安くして客呼ぶか。これなんと3です。卵お安いです。私のスーパー。その代わりですけど、一緒になんか買ってくださいねと。オープンさせてもらいます。さあ、卵安いでー。卵安いチラシ入れたん見た？買うねー。これなんぼやだって。利益5ドル。えぐすぎ。500円の利益出てんのか。買うねー。俺高くしたつもりやってんけど、やっぱ高くなかったん。よかったー。うち借金してるんで。あ、まさかコーヒー買った？お目が高いお客さん。わかってるねー。うちのコーヒーは他とは別物よ。牛乳安いからね、買ってね。牛乳1個、それお客さん、うちも商売なんですから、他のやつ一緒に買ってくんないと、これ利益なりませんって。卵最低。うち卵と抱き合わせ販売やねんから、卵だけ買われたらもうやっていけないっすよ、お客さん。いいんですか、俺が借金まみれになってこの店が潰れても。ああ、困るやろな、ここの近所に住んでる人は。うちのスーパーマーケットだけで成り立ってんのに、ここの人の食事は。あんたらのせいでこの店が潰れるんや。セレブ来ちゃー。絶対コーヒーと紅茶買うやん、こんなセレブ。
いらっしゃい、お客さん、こちらどうですか、スーパー、お万引きや最悪や、レジおらんかったから万引きされたやろ絶対、最悪、しかも絶対コーヒー万引きした、コーヒー万引き顔やった、さっきの最悪。棚買うか、棚買って売れてます、アピするか、回転する、やばい、回転できへん、あーちょっと待ってさ、お客さん、もっと買うまで出さへんで俺、お客さん、コーヒー2つ、ちょっと嬉しいけどね、お客さん、もっと買ってくんな、え、お客さん、オープン、いらっしゃい、いらっしゃい、卵買いすぎ、お一人様1個までって書いてるやろ、試しにめっちゃ安くしてみたらどうなんだよ、そればっか売れんのかな、閉店セールです、はい、油なんと2ドルどうですか、油なんと2ドルです、閉店セールやってるんでね、よかったら見てってください、油ばっか売れちゃう、あ油泥棒ちょっと待ってください、買わんといて、油オープン、いや、オープニングセールやってますよ、うち。どうですか、お客さん。つい最近できたばかりでね、スーパーマーケットって言うんやけど、これどう、斬新な名前。気になっちゃうね、お客さん。お客さん、ここ最近できたスーパーで、スーパーマーケットというこのジョーク聞かした店なんですよ。ここどうですか、お客さん。気になっちゃう、この外見。お客さん、もう足がこっち。向かって張りますね。ああ、もう来ちゃってるやん、こっち。吸い寄せられるように。ようこそスーパーマーケットへ、コーヒーも嬉しいね、水安いよね、卵も安いけど小麦粉高ないて、水2つ、健康的でいいね、美容にもいいですから水はね、うちの水は特に美容にいいですから、どうですかお客さん、美容にいいです水、油ばっか取ってっちゃダメダメ、肌荒れちゃうよそんな、ダメダメ、シリアルばっか食っちゃダメ、油とシリアルダメダメ、で砂糖ダメに決まってんじゃんお客さん、もっと体に気使ってよ、ではなんのに、これからの常連さんやのに体大事にしてや、コーヒーいかついあーもう儲けまくってるってな、あもう閉店時間、働いてたら時間が一瞬ですわ、うーわーうわー、お金いっぱい、17ドルです、卵2つ、お客さん勘弁してくださいよ、小銭の刑にしよっす、手疲れた、オッケー、お客さん卵、それはもう90ドルで切っちゃいますでした、すいませんでした、お客さんすいませんでした、置いたかないわ、ねえ、こんなさ、レジに聞こえるようにここと、めっちゃ買ってくれてる、いい男、また高いとこ言ってるこいつ、でチーズに行こう、来ないでください、店員に聞こえるように悪口を言うような人間はこの街にいらない。